皆様おはようございます。ブレイクスルーエステルナリです。いよいよ始まりますルミナスダイアリーシリーズ7周年記念企画、秋の双雲峡遠征企画でございます。今現在私新札幌のイオンにね、今泊まっております。朝飯でございます。さあ出発でございます。はい、行きます。はい、行きます。さて、ルミナスダイアリーシリーズもね、2017年で7周年ということになりますが、今回の7周年企画は、私のファンクラブを掲載させていただいているキャンプファイヤーが新しいクラウドファンディングサービスとしてポルカというものを始めたということなんですが、そのポルカを、ご利用させていただいて、今回のクラウドファンディングプロジェクトを実施させていただきました。実にシンプルに資金調達を行うことができまして、おかげさまでこの遠征予算という扱いで、ね、大きく資金を調達することができました。皆様ご参加いただきましてありがとうございます。参加されました皆様、そうですね、支援された回数に応じて今回のこの遠征シリーズのこの動画の毎回最後にエンドクレジットスペシャルサンクスとしてお名前が掲載されることになっております。回数を重ねれば重ねるほど、とても豪華になっていくエンドクレジット、あなたのお名前がとても豪華になりますね。一番多く支援された方爆発します。さて今回のルートなんですが、この通り12号線ですね。国道12号線をまっすぐ行って旭川へ行きます。なんでこんな裏返るぐらい長く言うんだっていうと、そんだけ長いんです。前行った滝川なんて日じゃねえですよ。でもルート的にはシンプルですよね。この12号線をまっすぐ行くだけで旭川に着きますから、簡単なことです。とてもシンプル、かなりシンプルで、一つだけね、問題点があるとしたら、今日の天気雨なんです。もう見てからに雲がかかってるでしょ。だから雨なんです。さあエネオスが見えてまいりました。以前のなんだっけ、登別沿線の時はね、このエネオ、このセルフのエネオスがなくて本当に困りましたけどもね、大丈夫です。今回はちゃんと普通のエネオスがあります。あれ画面どこ、あっちだった。よし、じゃあ給油しましょう。エネオスカードは Apple Pay にしておりますからね。はい、ご利用の決済サービスを選択してください。クイックペイ、携帯電話またはカードをかざしてください。すごいね、3235円だってよ。127円だもんな。のっぽろ江別の市街地に入ります。ここでね、ダークソウルのテロップが入るわけです。ドゥーンってねいつもの通りでございます。さあ10時を過ぎましたね。ここで私はね、ブラックアウトエナジードリンクで一発決めましょう。やっぱり一日の仕事の始めはエナジードリンクですよね。でかここ何度も通ってるけど、そっか、何度も通ってるけどここは映したことないんだ。そういえばそうでしたね。そうだった。俺滝川と芦別に行くときにここ通ってるんで、ここは皆さん映像では見たことないはずなんです。こうやって収録してる映像としてね。そっかそっか、じゃあね、舐め回すように走っていきましょうか。どうせ今日撮影すること難しいでしょうし。
双雲峡自体はね。もう一つのルートが旭川へ行くルートがあるんですけども、そこもぬわーんもないんですよね。ぬわーんもないんですマジで。何あれ、石狩中部雷注意報発表中。さあ岩見沢市へ入りました。岩見沢市です。とても雪が降るということで有名な岩見沢市。こう去年はそんな大きな被害の話は聞きませんでしたね。あの奥の看板、まあ見えてないとは思うんですけどもね、ちゃんとね旭川ビバイって書いてあるんですけども、それまでの距離が何百キロあると思ってんだよっていうレベルなんですよね。どれだけ取れるかな、取れ高はあるかな、今回のこのどうでしょうライクのね、どうでしょうライクな